高橋匠は埼玉県北本市出身のモーターサイクルロードレースライダー。2005年から2008年まで全日本ロードレース選手権 GP250 クラスに参戦。2008年には年間チャンピオンのタイトルを獲得した。2008年から鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦。2010年には清成隆一。 中上隆明と組んで優勝を果たし、最年少優勝を記録した。また、2013年、2014年と、レオン・ハスラム、マイケル・ファンデルマークと組んで連勝を果たした。2017年には全日本ロードレース選手権、JSB1000 クラスにてチャンピオンを獲得している。この他、2015年のモートジッピー、日本グランプリにおいて最高峰。 モートジッピークラスにワイルドカード参戦。2017年には代役としてスーパーバイク世界選手権の2レースに参戦するなど海外にも活躍の場を広げている。彼はまた青山博和らと共に HRC のモートジッピーテストライダーの役割を担っている。2020年からはワールドスーパーバイクに参戦。初の海外フル参戦となった。2021年は BSB にホンダレーシングから参戦。鈴鹿8時間耐久ロードレース3位ハークプロから参戦。鈴鹿8時間耐久ロードレース3位桜井ホンダから参戦。開幕戦つくばサーキットにて優勝鈴鹿8時間耐久ロードレース、優勝武蔵 RT ハルクプロから参戦。鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝武蔵 RT、ハルクプロから参戦。 鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝を武蔵 RT、ハルクプロから参戦。ありがとうございます。